コントでしょ、仲間割れ。ガーシー議員が立花元党首に不満爆発政治家女子48党解明にただのジョークやんガーシー氏が立花氏に不満爆発一体なぜ3月10日午後ガーシー参院議員が SNS で再び発信した政治家女子48党ガーシー参院議員立花氏に正直に本当のこと言ってやって言うだけの話です ほんまに嘘はいいから、ただのジョークやん、コントでしょ、こんなもんただの。ガーシー議員が不満をぶつけたのは、所属する NHK 党の党首を辞任した立花孝志氏、一体2人に何があったのだろうか。海外に滞在し、2022年7月の初当選以来、国会欠席を続けるガーシー議員。 懲罰として議場での陳謝を求められたが被災地トルコ訪問を理由に8日の参院本会議を欠席したするとその直後立花氏はガーシー議員が帰国しなかった責任を取るとして党首を辞任したこれに対しガーシー議員は10日午後自身の SNS で不満を爆発させたガーシー参院議員 俺を帰国させれんかったって、あんた、帰国船でいいって俺に言ったやんっていう話やから。ガーシー参院議員、俺はもう何十回何百回と言うけど、日本に帰らなくていい、国会に出なくていいって言ったの俺じゃないからね。立花さんやからね、そこをね、論点をすり替えないでほしい、ほんまに。 そしてガーシー議員は立ち話に投資ををめなくていいとと伝えたたことを明かしたガーシーシ参院議員、責任を取って辞めるみたいな言い方してたけど、俺はそれ、綺麗ことやと思っているから。辞めんでいいですよと言ったしね、何を言ってんのって、はてなでいっぱいやったから。 またガーシー議員が所属する政党名が NHK 党から政治家女子48党に変更されたことについても不満をぶつけたガーシー参院議員党首をやめんでよろしいやんっていう話をしたらその政治家女子48党にしてどうのこうのみたいな作詞としての作戦をバーっと言われたからねガーシーシ参院議員 そそれれを今更日本に連れ戻せなくて、ての責任取ってやめます。名前は女子党、西シって、ただのジョークやん、コントでしょ、こんなのただの。その政治家女子48党の新しい党首、大津彩香氏は、ガーシー議員の処分をめぐって持論を述べた。 政治家女子48党大津綾香党首、おじいさんたちが勝手に気に食わないからって、ガーシー議員を追い出してやろうみたいな、そんな前例を作っていいのかなと思います。新たな処分は3月14日の懲罰委員会で決まる見通し、ガーシー議員の弁明は再び代理で浜田議員が行うという、ガーシー議員の懲罰は最も重い処分で、 国会議員の身分を失う除名とする方向で調整されている以下はネチズンのコメントをまとめたものです大半の国民は立花さんも立花さんならガーシーもガーシーであなたが言えた口かと思っているのではないでしょうか歳費はあなたに払われているものでそれなりの政治活動をすることが義務です 売名で国会議議員員になっったたんだったら、議員辞職すれば、いいいのでではないでしょうか。あなたが議員辞職しても文句を言うのは同じ政党の方だけだと思いますが、9割5分はバカバカしいと思っているのではないでしょうか、ジョークにもなっていない質の悪いことだよ、これは。 こんな連中のために何百万という歳費が支払われ無駄にされているただ立花とも仲が良かったように見えたのは利害が一致していて互いに自分のことを棚にあげて全てを他人のせいにするろくでなし同士だから同じ穴の無地なだから手を組んだだけだから利がなくなれば決裂するのは当然だよまあ一番悪いのはこんな連中に投票する有権者だ 政治家の問題以前に投票する側にも大いに問題があるということだいやどちらにも正義はないでしょういくら立花党首が帰国しなくても良いと言っても自身が国会のルールを逸脱していると認識しているなら帰国陳謝する義務は東谷議員にはあるし結局は帰国させれなかった立花党首にも責任は当然ある というか N 党自体が必要なのかって状況だと思うよ党としての一丁目一番地である NHK 対策って何かしたの政治家女子48党大津彩香党首おじいさんたちが勝手に気に食わないからってガーシー議員を追い出してやろうみたいなそんな前例を作っていいのかなと思いますってこの人大丈夫 前例も何も今のルールを守って国会に出て仕事をすれば除名なんていうことには普通ならないわけで当たり前のことができないから国民の税金を使っている以上除名という当然の判断でしょ国民の真意とすればすぐにでも除名だろうけど結婚猶予をくれてたよ他の議員に皆さんはコントしているのはあなたです 何もわからずよくも国会議員に挙手しましたね。議員は国会に出席する義務があるのです。国会に出ないよ、と言って当選したからと言って、法律が改正されない限り出席は義務なんです。本当に変えたいなら、あなたが国会で法律を改定しましょうね。法律を変えたい議員は、しっかりと国会で話し合っているんですよ。 勘違いいしないようにねその通りそもそも政党としてやりたいことがわからないしほとんどがジョークではないのかなでも遅かったがそこに気がついたのはいまだましですね気がつかない所属議員や支持者がいるのが残念ですおじいさんたちが勝手に気に食わないからってガーシー議員を追い出してやろうみたいなそんな前例を作っていいのかなと思います このセリフでまだ20歳くらいの人かと思ったら30歳だった立花氏がガーシー氏を帰国させられなかったことについて責任を取って辞めるということと矛盾してませんというか彼女議員ですらなかったあと、普通は全議員が賛成したところで議員の身分剥奪はないです。 それができるのは規則があるからでそれを破ったから除名させられるんだけど NHK 党の主張ってずっとこれを棚上げしてるんだよね鼻から立ち話は世間をなめきっていただけだから今さら党首辞任透明変更しても気にならないマスコミも取り上げるからいい気になっているんです今後、 立花タイガーシーの場外乱闘モドキも多少は気になるけれど報道しなくてもいいです。場外乱闘モドキが気になる人は SNS で見ていればいい。今回の一連の騒動は政治不安を仰ぎ保守的な流れになってしまうのではと懸念しております。若い政治家で国会議員として政治をしたい方にも、若いから。 政治未経験だからという理由で落選してしまう危険性議員経験者の手堅い方しか当選しなくなり政治体制が慢性化していく危険性があると思います政治に無関心な方や若者に対しての関心ももっとなくなる気がします今後少子化や高齢化たさまざまな問題を解決していなかいといけない中で 政治活動を個人的なパフォーマンス活動のために使わないでほしいですただ今後比例代表制を見直す良いきっかけにはなったかと思います帰らなくていいって言われたから帰らなかった子どもの言い分かな本当に立ち話に言われたならもう用済みと判断されたってだけのことだろう話題性で入れてみたけどマイナスの方がでかいから損切りした それだけ新東名に関しては完全におっしゃる通りではあるもののお前が言うなかんしかないのも確か新んともやっぱりダメダメなのもこのコメントでよくわかりますね。